日本国外版、プロエボリューションサッカー2014のロゴ、ワールドサッカーウィニングイレブン2014は、コナミデジタルエンタテインメントから発売された、サッカーゲーム。ウィーレシリーズとしては、今作で18作目、PS2、PS3 の通算。J リーグ版、ファイナルエボリューション等は除くである。略称は、ウィーレ 2014UEFA チャンピオンズリーグと、 UEFA ヨーロッパリーグ、コパリベルタドーレスも引き続き搭載。AFC チャンピオンズリーグが新たに追加される。フォックスエンジンを改良し、サッカーゲームに適したエンジンを搭載。それにより、表情や汗や光の反射、ユニフォームに付着する汚れまで再現された。スタジアムの演出も増え、発煙筒の他にコレオグラフィーなども追加された。 物理演算エンジンは、ハビックを採用。そして今回から、サード、ホースユニフォームも選択できるようになった。2013は、リーガイスパニョーラの全クラブのスタジアムや、スタジアムエディットが収録されたが、今回はなく、スタジアムで雨も降らなくなる。また、2013までは、トレーニングモードではトレーニングは練習場で行い、トレーニングウェアと2色のビブスを着て練習していたが、 今作からは2チームを必ず選ばなければならず、しかもゲームウェアを着ての練習で、たとえ同じチーム同士であってもそのチームのホームアウェイユニフォームを着て行い、場所も練習場ではなく、チーム設定のスタジアム項目で設定したスタジアムで行うという前日の通り雨の設定ができないのも、含めて現実では絶対にありえない要素もある。また、 ヨーロッパ限定で発売された PS2 版は全世界通してドーハード最後の新作ソフトとなった。4年ごとに発売される特別版。日本のみで発売。青木侍の挑戦独自のモード、ジャパンチャレンジの追加や、日本国外版は代わりに PS3、360、PC 版でワールドチャレンジモードが DLC で追加される。 ワールドサッカーウィニングイレブンシリーズとしては、初めて J リーグがパッケージに収録されている作品となっている。ただし PSP 版、日本国外版ペスは未収録、DLC 配信なしである。取り壊しが決定している国立競技場がシリーズ史上初めて収録された。今作は、 過去の日本のユニフォームが収録されている。ただし、PS3 版は、早期購入特典のシール裏面にある、シリアルコードを入力する必要がある。また 3DS 版の早期購入特典もあり、こちらは、本田圭佑選手の写真入りの下敷きが、購入者に配布される。なお、青木侍の挑戦バージョンのみ、イングランド代表のライセンスが消滅し、 ユニフォームが偽物になっている。詳細不登事。フルライセンスニュー2014から収録される国、フィックと偽名で収録される国前作の、ワールドサッカーウィニングイレブン2013からは、アンゴラとカナダが未収録となり、日本国外版では、日本代表は偽名で収録されている。青木侍の挑戦では、イングランド代表のライセンスが消滅している。 また、d l c およびデータパックによって、ブラジル代表、オランダ代表は、フルライセンスとなって登場している。実名スタジアム各スタジアムエキシビジョン使用可能、ボールアップデートにより追加された、ボールリーグカップ限定ボール。ありがとうございます。